つまみくん、藤川くんの独占 J リーグエクスプレス。しっかりやれよ。喜んで、モロカメるぞ。こんばんは、つまみでーす。藤川でーす。こんばんは、日本放送、モロカでございます。どうも。ここ最近藤川くんすごい元気じゃないですか。もうね、30年昔ですね、僕も33になりましたから、少し落ち着こうと思って。全然。うれしい。揃ってしまいましたね。うん、今夜はですね、サッカーに関する質問から答えていきたいなと思います。お楽しみに。はい、さて最初のお便りなんですが、これは横浜からいただきましたペンネーム、清水サンバガラスさんからいただいたんですけどね、津波さん藤川さんはじめまして、私はある県立高校に通う女子サッカー部の1年生です。今日は質問があってこの手紙を書きます。シュート練習の時に足の甲というか足の親指のあたりで蹴りますよねということで、はい、インステップキックなんですかね。インステップキックですね。私は当たりどころが悪いのかもしれませんが、いつも親指の爪が痛くなります。どこが悪いのか教えてくださいっていう、今日はですね、ちょっと技術的な質問なんですけども、足の親指の爪のあたりが痛い、爪が痛いってことはつま先を使ってトーキックっていう形になっちゃってるんでしょうね。そうですね。甲でちゃんと蹴っていれば、甲側痛くなるって分かりますけれどもね。そうですね。そこが痛くなるってことは、要は足首がこう伸びていない。伸びてない。こう、要はこういう90度に近い形で、蹴っているということでしょうね。そうですね。インステップキックというのは完全に伸び、まあ、完全には伸びませんけれども、ね、なるべくこう180度に近い形で、足を伸ばして当てますから。足の甲を伸ばしてね。下の方に伸ばしてですね。これはじゃあ、そういう練習っていうのは、どうやったらいいんですかね。まあキックの練習は本当壁に向かってボールをぶつけて、はい、跳ね返ってくるやつをずっと繰り返しというのが一番いいんですけれども、その時にだからただ蹴ってるだけじゃなくて、ちゃんとその甲を伸ばすことと、もっと大事なのはその左足の、右足だったら左足の体重乗せる方のね、軸足の位置とかですね、乗せ方の方が大事ですから、それがしっかり決まると必然的にキックはこうちゃんと当たるようになってきますので。なるほどね。まあ、数をそれを意識しながら練習していくことが大事だと思います。じゃあ右足だけ注意するんじゃなくて、はいはい、軸になる方の場所も考えながらやらないと、ちゃんとやってるようでもつま先に当たった。私の今そのおはがきだけの読みではですね、形が目に見えます。左足の膝が伸びてます。左足の膝が伸びていて、一生懸命ボールを当てたいんだけれども、そのなんとかボールに力を入れたいために90度に近くなってるんです。この甲の方が上がってきた、そういう蹴り方でした。逆にですね、この足の甲を伸ばして膝を少し曲げるように、左の膝を曲げるようにして、うん、左膝、軸足の膝を曲げて、右足の足の甲を伸ばして蹴るようにちょっと、してみてください。なるほど、ね。それで、かなり違うと思いますよ。左膝をこうバネのようにね。もう説明するのめんどくさいんですよ、これ一日ね。俺がやったんだよ。そう。だから右へ上げて、左下げて、左上げないって言ってたから。ゲームセンターだよね。ゲームセンターだよね。じゃあ続いてはですね、藤川さんに質問なんですがね、長野市の、これは、ペンネームは書いてないですね、美和ちゃんからいただきましたが、私はゴールキーパーの小池選手が、敵だと思います。あ、サテライトですね。今サテライトですね。はいはいはい、はい。ところで、藤川さんや津波さんは小池選手をどう思いますか？いろいろ知りたいんで、知ってることがあったら教えてください。知らない。あいつはね、背中が汚いんだよね。それ汚れてるんじゃなくて。違うの、ね、もう年取った背中つってね、僕らの間では世界一老人の肌も踊ってる。あと、本当だろ。あとあいつはね、風俗専門家。うわぁ、これがっかりするな、皆さんきっと。嘘。終わったらいいよ、お前。せっかく小池にハガキしていきなりこれ言っちゃってね、かわいそうだよ。今は違うみたいだけどね、昔はね、もう風俗専門家だ。あとね、車好きなんですよ。車好きなんだけど、走り屋さんですね、一人で、日本一周じゃないけど、いろんなところ行って、峠攻める人いるじゃないですか。結構レーシングドライバーもどき、ね、お尻を振り、そういうのが好きなタイプですね。そういうの好きらしいですよ。はぁ、なるほどね。なかなか話してても楽しいです。楽しい。ただ背中だけは許せない。ちょっと待って、その、世界一老人に近い背中っていうの。若いのに結構ほら、年取ってる方いるじゃないですか。あ、お風呂行っても水弾かないタイプ？あれなんだよ。車でワックスが塗られた時の雨みたいな。そうそうそう、ああ、そうね、吸収しちゃうようなね。吸収しちゃう、デレーってなっちゃうよ。そう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 。一回4コートかなんかかけてやろうかなっていう、そういうぐらいの、そういうぐらいのさ。あ、なるほどね。プレイぶりはどうですか？まあ、キーパーの、ゴールキーパーの先輩から見て。キーパーとしてはですね。はい。まず J リーグでやるとすればですね、はい、線が細い。ほー。で、あとですね、線が細い選手は選手なりにですね、キャッチングとかクロスボールですね、自分を守るやり方とか、そういうのを持っていなきゃいけないんですが、はい、
そういうのもまだ今一つですけど、でも安定してるしですね、将来有望な選手ですから、私にとっては脅威です。なるほど。最初蹴らしといてうまくまとめましたね。もう本当私にとっては脅威がですね、89分あります。その脅威がありますね。さっきはもう、風俗に強いと言いながら。もうとにかくいいキーパーですから。はい。頑張ってほしい。どこまで信用していいのかね。よくわかりませんけども、すべて信用していいんですか。いやいや、いいキーパーですよ、本当に。で、真面目ですし。いいキーパーです。だんだん、金がでかかった。藤井新吉。時間多い人。それは結構大きいですからね、なかなかね。ベルディのゴールキーパー層っていうのもね、大変ですけどもね。まあ、本当にこうやって言いながらもですね、出てきたらこれがライバルになるわけですから。そうですよ。今の目つきは藤川。目が、ライバルを見る目でしたよ。眠いんだ。本当にね、冗談じゃありませんけども、藤川さんのその、小池選手をね、プレーを、語る目っていうのはね、一瞬私はプロフェッショナルの眼差しを感じましたよ。ああ、そうですかね。いやいや、やっぱり本当に眠かったのかな。眠かった、そんなことないですよ。ね、このようにですね、こんな選手はどんな選手なのかとかですね、サッカーの基本的なプレーについて、そうですね。いろいろとその他、人間性について、人生について、恋の悩みなどをですね、皆さんからいただきたいと思います。もうサッカーの話と恋の悩み、人生の悩み、このお二人にかかったらですね、あと5秒、もう車の両輪のようなものでございますので、はい、皆さんからのお便り、たくさんお待ちしております。今日の年です。